皆さん、おはようございます。単品ンンナップジャパン公認デモンストレーターのウェラードサトミーです。えー、突撃ではないんですけれども、えー、今朝のブログで初めてご案内したので、ある意味ちょっとだけ突撃ライブっぽい感じになってるかもしれませんけれどもね。はい、えー、っと、今朝のですね、えー、っと、Facebook ライブチャットでご紹介するのは、えー、今朝のブログで、えー、っと、今朝今朝って何か見てますけれども、 2月のですね、オンラインクラス、えピースフルポピーのオンラインクラスなんですけれども、え3つのプロジェクトがあります。 でえー、最後のね3つ目のプロジェクトを、えー、今朝のブログの方でご紹介しましたでやはり平面のですね写真で見るよりもある程度動画でねあのー、立体的なものをねきちんと見ていただくと分かりやすいかなと思ったので、えー、と Facebook ライブチャットを行うことにしたんですけれども、えー、まずですね、えー、私のオンラインクラスというのは、えー 毎月ご提供しているんですがその都度テーマとして指定プロダクトオンラインクラスの指定プロダクトというのがあるんですねなので、えっと、オンラインクラスを受講したいなぁと思った方は指定プロダクトを私のオンラインストアから購入していただくと、まあ、そのプロダクトの楽しみ方、えっと、いろんな楽しみ方ですね、えっと、プロダクト、まあ、ス,タンプス,スタンプ製品だとか、えっと 台をですね、えー、より何、えー、て言うんでしょうクリエイティブな形で楽しんでいただけるような、えー、プロジェクトを用意してるんですね。SN さんおはようございます、えー、そして、えー、2020年2月にリリースいたしましたピ、えースフルポピーのオンラインクラスの指定プロダクトあおはようございます指定プロダクトはですねこちらのペインテッドポピーズスタンプセット。えーそして でまたは、えー、とペインテッドラベル台、えー、そしてですね え、または、こちらのですね、えっと、ピ、えースフルモーメンツ大え、3つの、あ、おはようございます。ニエムさん、えー、っと、J、MJ さん、おはようございます。えー、またはですね、こちら3つの指定プロダクトがあるんですけれども、これ全部購入する必要はないんですね。あ、NN さんもおはようございます。えー、全部購入する必要はなくって、指定プロダクトのうちのどれかいずれか1つっていうことで大丈夫なんですよ。 でえさらにですねオンラインクラスは、えっと、もちろんこの指定プロダクトを全部揃えていただくともう全くこの通り全く同じプロジェクトを再現することができるんですけれどもえそうでなくてもですねお手持ちの他のセットでもできるようなプロジェクトに。 工夫をしてありますなのでもしこちらのペインテルポピーをもうお持ち指定プロダクトもお持ちの方または、えっと、ちょっと好みじゃないんですよね私でもこのプロジェクトの作り方を知りたいなーっていう方のために、えっと、オンラインクラスの受講方法としてもう1種類あるんですねそれはオンラインクラス自体をリリースした月例えば このプロジェクトを学びたい人は2020年の2月中、2月、今年は2月29日までに私のオンラインストアでお好きなものを5000円以上購入していただくとオンラインクラスの受講資格をゲットということになるんですね。 まあこれがオンラインクラスの受講の仕方の大まかなことなんですが、早速プロジェクトについてもうちょっと詳しくご紹介していきましょう。はい。まずプロジェクト1はこちらですね。すでにこれをリリースした時に、えっと、動画でご紹介してるんですけれども、プロジェクト1は、えっと、ボックスステップカードといって、畳むとこんな風になるんですが、はい。通常のカードと、 全く同じ幅なんですね。なので、普通のえっと封筒にね。入れて郵送していただくこともできます。でも開くとちゃっちゃかちゃんはい、ボックスのようになっていて、さらに。階段になっているので立体カードなんですね。これちゃんと画面に入ってたかな？はい、こんな感じ。裏こんな風にかず、裏もちゃんと飾っていますよ。 こんな風にね立たせることができるんですねこれ一見複雑ように見えますけれども作り方動画とそれから詳しいしあの えっと、作り方のコツなんかの,しあのテキストシートがついてますので、初めてですね、カードメイキングをする方でも、ちゃんとうまく作れますので、ご安心ください。えさらに、この指定プロダクトを使,使わなかったとしても、この作り方を知っていれば、お手持ちの他の製品でもね、どんどん再現していただくことができるんですね。 はい、こちらがえプロジェクト1でした。プロジェクト1では、この立体の仕掛けみたいなカードを学べるだけではなくって、こんな風にですねえ、このペインテッドポピーのえスタンプをですね、綺麗にぼやかして、ふわーっとこの細かい繊細なイメージをですね、えっと、お手持ちのインクがどんなに新しくて、じゅくじゅくしていても、綺麗に押せるような方法、スタンプのテクニックというのもご紹介しています。 え次にこちらがプ,サ、えっと、プロジェクト2なんですけれどもプロジェクト2ではサンプルとしてはこちらの指定プロダクトのピースフルモーメンツの台をえフューチャーしてですね作っているんですけれどもこの、えっと、プロジェクトで学んでいただけるのは まず、この素敵なね、とってもあの素敵なデザインだと思うんですけれども、なんて自分で作っておきながら <laughs> 言ってますけど、でも、とっても私も気に入ってますし、えっ、ー、と、ご、ご、ご好評いただいていますのでね、あの、皆さんも可愛く作っていただけると思うんですけれども、それだけじゃなくって、台をですね、あの、普通に単に台カットするだけではなくて、 でちょっと違った方法で楽しんでみましょうというね、えっと、大の有効活用法っていうのも盛り込まれた。あ、ありがとうございます。ハートマークいただきました。<laughs> 有効活用、ね、していただこうというね、あの、アイデアが詰まったクラスなんですね。 なのでこちらを経験してみると今お手持ちの他の台でもああじゃあこんなことできるのかもあんなことできるのかもっていうふうにねあのより1、えっと、つの台を、えっと、いろんな方法で楽しんでいただける、えっと、内容を学んでいただけるんじゃないでしょうかそしてこちら最後プロジェクト3はですね本日のブログで初めてご紹介したんですけれどもこちらはですねスケッチといって でまあ、カードデザインの設計図みたいなものなんですけれどもそのスケッチ一つの決まったスケッチを使ってですねそれをですね有効活用してえっと まあ、スケッチというのはテンプレートみたいなものなんですがその、えっと、カードのデザインの元になる、まあ、テンプレートをどうやって有効活用してオリジナルのデザインを作っていただけるかというのを、ねえっと、このサンプルプロジェクトを通して学んでいただけます。ももちろんんここの通りににですすね、な、はい、な感じになってますよ。模様も で可愛くこの通りにですねあの再現していただくだけでももうとっても楽しいんですけれどもそれ以外にもこのカードオリジナルの作品を作る時の、まあ、作り方ですね。やはり皆さん自分で オリジナルのデザイン作ってみたいですよね。あの、もちろん素敵なサンプルを真似するのもね、楽しいと思うんですけれども、やっぱり自分だけで世界で一つの自分オリジナルっていうデザインが作れるようになると、本当にカードメイキング、それからスタンプ、ペーパークラフト、本当 との意味でね楽しんでいただけると思うんですねなのでそうなっていただけるようにあらかじめある程度の設計図でもそこからどういう組み合わせで皆さんオリジナルにするかというのは本当に人それぞれ十人十色ロの作品に仕上がると思うんですねなのでカードメイキングを初めてされる方でもそのカードスケッチのね使い方 そして私の方で、このスケッチはですね、私の方で考えたオリジナルスケッチなんですけれどもそれをもとに皆さんのオリジナル作品に仕上げていただけるんじゃないでしょうか。ということでピースフルポピーはこの3つ。 つの作品をの作り方を学んでいただける内容となっています受講の仕方はですねまた詳しくはブログの方をご覧いただけば大丈夫なんですけれどももう一度まとめて言いますと私のオンラインストアで指定プロダクトを購入するまたは2020年2月いっぱいにお好きなものを5000円以上私のスタンピアップオンラインストアで購入していただいてもこちらの作り方すべてに動画がついていますそ そして、詳しい作り方シートもついていますのですね。えっと、作り方のえっとリンクをお送りいたします。え、そしてですね。えっと、三二千二十年三月三十一日までに五千円以上スタンピンアップのお買い物をされると、スタンピンアップからもセラブレーションと。いって で、五千円ごとに無料プロダクトがもらえたりしますよね。なので、とってもいいチャンスじゃないかなと思うんですね。さらに、その三月三十一日までの、えっと、無料プロダクトがもらえる期間っていうのは。その間に新規にデモンストレーターに登録する人も、通常よりも得点があるんですね。えさらに、私のですね、えっと、デモンストレーターチームのシスルズの皆さんは。はい のプロジェクトも含めて私の方が毎年、まあ、毎年しなかった。毎月です。毎月やってます。1年に1回じゃないです。え毎月えっと付け加えているオンラインクラスのプロジェクトは全て無料で受講し放題なんですね。過去のものからずっとです。なので、ぜひこの機会にですね、クラフトのスキルを と向上しつつ、えー、デモンスレーター登録するとご自なのでクラフト、えー、とペーパークラフトをスタートした方でもまだ全然何もわかんないんですっていう方でも大丈夫ですこれからツールを揃えていくんであれば、えー、この登録がお得な時期にですねぜひシスルズのメンバーとして登録していただいて、えー、クラフトのスキルもね私のオンラインクラス もうすんごくたくさんあります100個近くあります <laughs> でえいろんなねあの作品の作り方を学んでいただきつつ、えー、割引でお買い物を楽しんでいただくといいんじゃないかなと思いますよということでですねえ以上がピースフルポピーオンラインクラスのご紹介でしたえ詳しくはえブログの方をぜひえご覧ください Thanks for watching Happy crafting.